大島博之は埼玉県出身の元プロ野球選手。埼玉栄高校時代から注目を集めていた長打力が持ち味。1998年第80回全国高等学校野球選手権大会に出場1回戦沖縄水産高専で荒垣なぎ投手から逆転本塁打を放つ。彼は2年生だったが、 この活躍で一躍注目される存在となる。直後の第3回トリプル a アジア野球選手権大会日本代表にも選出された。3年時は鳥谷隆のいる聖望学園に敗れて甲子園出場はならなかった。高校時代は通算本塁打86本を記録。早くから注目を集め埼玉の怪物と呼ばれたほどである。 5球団が1位指名を狙っていると言われたが、本人が地元の西部ライオンズリりを熱望したため西部が指名。2002年、一軍初出場、初本塁打を記録した。2003年、左の強打者としてブレイクし、後半では5番も任された。終盤まで打撃の好調を維持し、96試合に出場して、打率、307、7本塁打。 18二塁打を記録した。2004年、6番右翼手で自身初の開幕スタメンの座を手に入れた。開幕直後は好調だったがすぐに失速し、8本塁打を記録したものの打率は大きく下がった。2005年、2軍で打率、303を記録したが、1軍では50試合に出場して、わずか1本塁打に終わった。2006年は2軍で、チームトップの打率。 270を上げたが、1軍では9試合で打率、133に終わった。2007年、開幕1軍の座をつかみ、春先は、左の代打の切り札として活躍。4月14日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、小林正秀から9回表に、代打で、逆転2点的自打を打ち、代打後打席連続安打を記録した。代打での打率は、百十二。 得点圏打率は333とチャンスで活躍したがスタメン起用された試合では18打数1安打で打率は216と伸び悩み6月に2軍落ち2軍では打率2795本塁打を打ち主軸打者として活躍したが1軍最昇格はならなかった年月日の対福岡ソフトバンクホークス戦では DJ ホールトンからサヨナラだの呼び水となる同点的時代や9月2日のロッテ戦ではプロ入り初の4番でスタメン起用され渡辺俊介から3年ぶりの本塁打を放つなど復調の兆しを見せた2009年本人の怪我や他の左打者の対等もあって一軍出場はなかった2010年6月に昇格すると以降コンスタントに出場 8月13日の対オリックスバファローズ戦で3、安打を放ち、5年ぶりの猛打賞をマークした。ちなみに、この年放った2本の本塁打は、両方とも同い年で、プロ入り同期、高山久志とのアベック本塁打だった。2011年は26試合、2012年は5試合と、世代交代の波に飲まれて、2年とも本塁打は0本。2012年10月2日、 同じチームメイトであるマイケル・中村と共に引退を発表。10月30日に同僚の平尾博次、安倍正宏と共に任意引退工事された。その後、球団から副寮長に就任することが発表された。つけていた背番号51は埼玉栄高校の後輩である木村文則へと引き継がれた。2015年シーズンからはスカウト担当編成部。 愛称は、サルゲッチュから取った、ゲッチュ。快活な性格で、チーム内では、ムードメーカーでありいじられ、キャラでもあった。ありがとうございます。